結構脱いでる。二階堂ふみの濡れ場がある作品。二階堂ふみ、吉沢明の出演で実写映画化したリバースエッジ。小栗旬との濡れ場が必見。人間失格、太宰治と三人の女たち。なんとお相手は稲垣吾郎、バルバラ。福山雅治とのセクシーシーンは見逃し厳禁。スクープ。大杉蓮との絡みがすごい。蜜の哀れ。新ドラマも始まる二階堂ふみちゃんの今後の活躍に期待したいです。